山本俊吾朗作すみまる六。平之丞がお石を忘れるまでにはかなり長い時を要した。お石がいなくなって初めて彼女がどれほどなくてはならない存在だったか、自分にとってどんなに必要なものだったかということが分かった。結婚を申し込むくらいだから、無論単純に好きだという程度の気持ちではなかった。しかしそれほど根強く、それほど激しい感情を残されようとは思わなかった。みっともない子の時代から歌など読み始めた前後、松井の庭の宴で初めて目を引かれて後、明け暮れに見慣れた姿、人の気づかないところに心のこもった過剰茶飯の数々のこと、冷え団子の味までがあった時よりは鮮やかに生々と思い出された。こんなに深く人の心に食い入りながら、あのように未練もなく去ってゆけるものだろうか。ことに触れ、ものにつけて、記憶をかきたてられるやりきれなさに、平之丞は、そのようなめめしいため息を漏らすことさえあった。そういえば素性も分かっていなかった。ある時そう気づいて、父の遺品を詳しく調べてみた。しかし手がかりになるようなものは何もなかった。ごく若い時からの日記があるので、目の痛くなるような歳字をひろいひろい読んでみたが、やっぱりお石については何も記してはなかった。彼は猛然として飛び去った鳥の後を追走するようなつかみどころのない儚い気持ちで日を送っていった。彼は27歳の春に結婚した。母が寂しがって勧めるし、格別拒む理由もないので、父の財政中話があったという松井六也の妹をめとった。祝言が済んでしばらく経ってからのことだが、六也が訪ねてきて一緒に酒を飲んだ時、いつかの花見の催しを覚えているかと笑いながら言った。あれは実を申すと袖を見てもらうためだったのさ。わからなかったのかね。うん。平之丞はその時の絢爛たる様を思い返した。そしてその中にふとお石の面影を見出したが、もう心の痛むようなこともなく、その面影もすでにおぼろな儚い印象になっていた。彼は深いため息をつき、六夜の杯に酌をした。平凡ではあるが温かい静かな結婚生活が始まった。明くる年に長男が生まれ、1年置いて長女ができた。袖は明るいまっすぐな太刀で、どっちかというとにぎやかなことの好きな方だった。体つきも肥えているし、いつも目の笑っている顔立ちで、常に身の回りに生き生きした空気をみなぎらせていた。けれど
三人目の子を身ごもってから健康が優れなくなり、貸してきて六年目の秋、七月の子を身に持ったまま、嘘のようにあっけなく世を去ってしまった。それは平野城にとって小さからぬ痛手だった。彼は打ちのめされ、心くらんだ。私には妻の縁が薄いと見えます。母に向かってそう言ったが、それはお医師のことをも含めての十回に違いない。母親はその時、彼はもうおそらく再婚しないであろうと推察した。時はあらゆるものをかすめ去るものだ。どんなに大きな悲しみも苦痛も、過ぎてゆく時間に癒されないものはない。お医師の場合とは別の意味で、妻の死は非常に打撃だったけれど、幸い母が丈夫で、二児の養育を引き受けてくれたし、いとまのない務めが、やがて平野城を立ち直らせた。それからはあまり語ることもない。母親の察した通り、彼は再婚しなかった。進めるものは随分あったが、いつも笑って受け付けなかった。たびたび食録を加増されたこと、胃を病んで半年ばかり寝たことなど、記すとすればそのくらいのものである。いや、一度だけ思いがけない災難にあった。それは彼が32歳で、藩主正史右衛門の助忠治の側頭に任じられたとき、その嫉妬妬を妬む者から斬首されて、老身烈惰の聞く問を受けた。思考の上の根も葉もないことだったので、すぐに解決したが、かなり巧みに仕組まれた斬首で、覚えのない彼自ら、一時はドキッとしたほどであった。だが、それからはかえって重く用いられるようになり、右衛門の助の自身中ではなくてはならぬ人物に数えられた。こうして平野城は50歳になった。剣持忠義はすでに逝去し、忠治が従五位の右衛門太夫に任じていた。彼はそれより5年前に国老となり、藩政の中軸と言われる存在だったが、その年の秋、公務を帯びて京へ登った帰りに、全く思いがけないところで思いがけない人と巡り合った。岡崎までもう三里という地理の駅へ着いたとき、彼はその近くに名高い八つ橋の古跡という名所があるのを思い出した。かねて一度訪ねたいと思っていたし、幸い用務が早く済んで、気丈にもゆとりがあった。それで友の者をそこから先に帰らせ、一人になってそちらへ見に回った。街道を東の方へ入り、昔鎌倉道だったと伝えられる草隠れの細道をたどってゆくと、牛田村というところの松原外れに苔むした印の石が立っていた。その道しるべに従って左へ折れ、ほだち始めたすすきの丘を越えると、熟れた稲田の彼方に、厚間川の流れが見えた。そこを八つ橋と言いけるは、
水ゆく川の雲でなれば、橋を八つ渡せるによりて何八つ橋と言いける。その沢のほとりの木陰に降りいて枯れいく池り、うんぬんという伊勢物語の一節なども思い出され、平之丞の心は蚕の思いに満たされるようだった。昔柿つばたのあった後だという丘懐の小さな池をめぐり、成平塚なども見てやや疲れた彼は、すぐ近くに一棟のわびた住まいのあるのを見つけ、しばらく休ませてもらおうと思ってその門を訪れた。芝垣のうちに老将が見事に枝を張り、さして広からぬ庭は一面に葉にすすきが生い茂っていた。その沢のほとりの木陰に降りいて枯れいく池り、という文章を今の自分に引き比べながら、折り戸を開けて庭へ入ると、縁先に人がいてこちらへ振り返った。切り下げ髪にした中年の婦人であった。八つ橋の跡を見に参ったものだが、卒事ながらしばらく休ませていただけまいか。そう頼むと婦人はしとやかに立って、どうぞおかけ遊ばせとすぐにそこへ座を設けた。取り散らして失礼ではございますが、どうぞご遠慮なく。平之丞は入って行きながら、婦人の姿にどこやら見覚えがあるように思い、縁先まで来るとはっとして立ち止まった。そして我知らず高ぶった声で、お石殿ではないかと叫んだ。婦人は目を見張ってこちらを見たが、ああとおののくような声を上げ、まるで崩れるようにそこへ膝をついた。